こんにちは。今日の動画ですね、ウバメガシの剪定の動画なんですけれども、そのちょっとですね、その皆さん考えていただけたらなと思うんですけれども、今回ちょっとね、剪定するウバメガシがですね、まあ元々は多分こういうね、仕立て物というか、ウバメガシね、こんな形にしてるじゃないですか、ほとんどね。でそれが放置してて、まあ、3年ぐらい触ってなくてね、もうこんな状態になってるんですよね。で、これを、まあ、剪定するんですけれども、これをですね、また、このような形にね、まあ、するのは簡単なんですけれども、果たしてこれがいいんかっていうことなんですよね。で、完全な日本庭園とかですね、こういう仕立て物ばっかりのとこで豆に手入れするんであればね、ウバメガシでも、まあ、こういう風にしてもいいでしょうけど、まあ、日本庭園とかじゃなくて、ただその、普通のね、一般の庭に植わってて、この形っていうのはちょっと違和感がね、あると思うんですよね。で、なんかウバメガシってね、結局こんな形になってしまうんですよね。なんかね、こう両手バサミでバーって切っていったら、結局こう塊になってしまうんですけれども、これってね、そのすぐ伸びるんですよ。で普通の木がちょっと伸びても違和感ないんですけど、こういう仕立て物ってね、ほんと豆に手入れしてなかったらね、もう絶えずこのなんかこう中途半端に伸びてるっていうね、ずっとこんな感じ。冬以外はね、まあ冬場年末にね手入れすれば、もう次の年のね、まあ芽吹く前までは維持できるんですけど、それ以降ってなんかこうずーっとこう荒れてますっていうような感じで存在してるじゃないですか、こういう仕立て物ってね。でもう一度言いますけれども、その日本庭園とかね、そういう毎年豆に手入れしてるとこであればこういうのもいいとは思うんですけど、普通のね、一般家庭のね、まあいろいろこう植えて、こう園芸ガーデニング楽しまれてる庭でこういうのがポンとあるっていうのもね、違和感があるなっていうのと、プラスそのなんていうんですかね、もっと考えて管理したら方がいいんじゃないかって僕は思ってるんですよ。で今回ね、これをまだこういう風に戻すのは簡単なんですけども、あえてね、これを違う感じの剪定をしてるんですよ。どういう剪定かって言ったらですね、もともとそのウバメガシの自然樹形っていうのはね、もうすごい形してるんですよ。もうブワーって伸びるような感じで、もう見てもらった方が早いんで、ちょっとね、動画見てもらいますね。はい、どうぞ。はい、今のがね、ウバメガシの自然樹形なんですけれども、ですんで、まあ、ぶっちゃけこういう風に維持するっていうのに対してね、すごい不向きな木なんですよね。まあ樹勢が強くて防火力が強いんでね、まあどんな形に切っても芽吹くっていうので、こういう形とか、あとまあ生け垣とかに、ね、よくされてたんですけれども、あんだけ伸びるような性質の木なんでね、なかなかこういう風に維持できにくいんですよね。ですんで、まあこれが伸びてこうなったと。だからまあ、ついでやと思ってね、伸びてるとこだけを、伸びてる太い枝を元でこう切ってですね、もうこういう感じで維持した方がいいんじゃないかと僕は思うんですよね。まあ、場所にはよりますけども、ですんで今回の剪定はね、太い枝を根元で抜いてですね、こういう仕立て物の形じゃなくて、もう木の全体的な輪郭として全体的にこうちょっとこうボリュームを下げるっていう感じのね、まあ言えばこんな感じですかね。こんな感じになってしてるんですよ。まあ、こんな感じ。でしたらね、まあ、伸びたらまたこのようにモワーンとしてくるんですけど、またこう、太い枝を根元で抜いて、まあ、こういう輪郭で維持するっていうことですね。はい。ですんで、太い枝をね、またこの辺の先の方で切ったらゴツゴツしてきますんで、太い枝をなるべくこの幹付近の根元で切って、あと、ちょっと中ぐらいとか細い枝で輪郭を作るっていうような剪定をね、今回ちょっとね、してみました。はい。で、まあ、その良さっていうのはですね、まあ、少々伸びてもね、こっちみたいな、仕立て物からピンピン伸びてるっていうね、こういうなんかいやらしい感じの手入れしてないです、みたいな感じじゃなくて、こっちでしたら、ま、普通の、木の感じの伸びた感じなんでね、少々伸びても別に違和感ないですし、やっぱウバメガシのね、葉っぱもこう、やっぱこう、絶対風に揺れないですからね、こっちはね。でも風に揺れたりしてね、結構こう癒しの感じもありますしね、ウバメガシってこう新芽も綺麗ですよね。その茶色っぽくてね、うん、そういうのも楽しめて、そういう感じでね、っていう選択肢もあるんじゃないかと思うんですよ。で、まあちょっと余談なんですけど、まあこういうね、日本庭園みたいなこう仕立て物はウバメガシはこれやっていう思ってる方はね、僕が今回したようなこういう剪定したらね、なんじゃこれ、アホちゃうかって多分ね、言われるようなやり方なんですけれども、まあ考えて
こうしましたっていうことなんですよ。一遍やってみ、やってみました。どうですかっていう感じなんでね。その、剪定も、まあ、特性を踏まえてたら、もう形は自由にね、その場所に合った感じで楽しめたらいいと思ってますんで、固定観念はね、なるべく気づくようにしてね。あ、これってなんか昔からの固定観念けど、全部が全部こうするわけでもないしね。なんかこう、いろいろ考えて、今後のその可能性っていうか、もっともっと楽しめるんじゃないかと思って、ちょっと今回ね、見ていただこうと思います。まあ、賛否両論あると思うんですけれども、今回もよろしくお願いします。はい、では実際に切ってるとこを見ながらちょっと説明していきますね。ウバメガシはね、ほんと硬いんですよね。備長炭の原料になってますんでね、はい、すごい硬いです。で、注意してるとこはですね、太い枝をですね、なるだけ元の方で切ってるということです。まあ、先の方でね、切ったらまたそっから枝がたくさん出てですね、その枝が太くなってこうゴツゴツしてきますんでね。太い枝をなるだけ根元の方で切るっていうか、こう抜くっていう感じですかね。で、なるだけ柔らかい葉っぱを残すっていう感じの剪定してるんですけれども、ただ、ものすごいね、簡単にしてるんですよ。もう言えば出てるとこだけを根元で切ってって感じの、まあそういう維持の仕方ですんで、もうかっちり形作るとかですね。そういう意識はね、もう持たなくていいと思いますね。もう、効率的な管理っていうかですね。伸びたとこを根元で切ると。で、また伸びますんでね。で、また伸びたら根元で切るという感じですね。まあ、こうしてる方がですね、まあ結構そのうち枝も落ち着いてきてですね、維持しやすくなってくると思いますね。ですんで、で、まあ、中の方にもね、ウバメガシ葉っぱ出しますんで、結構いい感じに続けておればね、まとまってくると思います。はい、こんな感じに仕上がりました。いかがでしょうか。この動画が良かったらですね、チャンネル登録およびグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。どんだけって感じやな、俺。バベ天国やわ。あ、こっちもすごい。これもバベや。うわ、バベだらけ。